はいさーい。はいさーい。ちゃんです。バンバンです。ハローキです。ということですね。今回は、アフリカマイマイを捕獲したいと思います。はい、久々に来ましたよ、アフリカマイマイ。企画ですね。いやー、アフリカマイマイというのは本当に危険な生物で、まず世界最大なんですよ、サイズが。寄生虫目で。それが人間が寄生しちゃうと、ものすごい危険な生物となっております。危ないですよ。最悪死に至るっていうこともね、話は聞いたり聞かなかったりということですね。今回アフリカマイマイ取るんですけど、マコルクさん刺身大好きじゃないですか。はい、好き。よく食ってるね。で、いろんな刺身食いたいって言ってて、で、まだアフリカマイマイの刺身食ったことないんじゃないかなって。確かに確かに。大食わす。まあ夢叶えさせたいというか、前回も食べてるんですよ、ちゃんと火を通したですね。はい、その映像がこちら。何でしょうか。正解教えて。正解はこちら。はい、こちら正解はこちらですね。正解はこちらです。なので今回は刺身にチャレンジしてほしいということで、ちょっとアフリカマイマイを捕獲しに、山に来ました。はい。ということで早速行きますか。じゃあ。探しに行きますか。行きますか。はい、行きましょう。はい、じゃあ探していきますか。はい。で、アフリカマイマイってとっても危険なんですよ。はいはいはい。うん、こうアフリカマイマイがこう通るじゃん。張った後も触っても寄生する可能性あり、蹴り。あ、これ粘り。粘膜出しながら歩いてますよね。その粘膜も危ないってことか。そうです。え、それを刺身。それを刺身にしたら一体マコロクさんのリアクションどうなるんだろうっていうミニコーナーですね。ミニコーナーって、まあ、これがメインだろ。大イベントなんですけどね。ミニなんだ。それミニで終わらすってのもやばいけど。いい全体でどうなってたのか。じゃこういうところね、なんかいそうな感じするよね。マコロクさんの頭から触覚が生えたら大成功ってことだ。なんかこういったところにいるんですけど、本当はね、雨の日の後がよく出る。ああ、そういうイメージある、ね。道にも現れる。台風の日とかすごいよね。いやー、わかる。みんなプチ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 潰れて。いた。いた。え、早っ。早っ。本当だ。あ、いるぜ。あ、いない。死んでる。殻？殻。殻だ。ほら。殻か。ちなみに世界最大出たけど、これ小さい方。うん、小さい方だな、これ。赤ちゃんボーボーじゃん。大きいのこんぐらいだから。でか。大きいの大きいね。ここらへんいるかもしれんな。ちょっと探してみるか。探すか。うん。山奥に来ましたね。ここぐらいに来たら大きいのいるんじゃないの。やっぱせっかくなんで、はい、やっぱ大きいのを食べさせたい。確かに。 お、カブトムシの幼虫がいる。あ、本当だ本当だ本当だ。どう？本当だ。カブトムシの幼虫じゃねえこれ。臭いやつだこれ。これだろ。これ匂いしてみる。臭いやつよ。これ、あ、幼虫じゃないのこれ。幼虫じゃない、幼虫じゃない。足見たらわかるよ。違うんだ、幼虫と思った俺。待ってけど、足見て。足このあたりのしてる。あ、人手みたい。あ、ムカデみたい。これ臭いやつ。幼虫と思った。騙された。幼虫だったら食ったけどな。食えるよな。俺家帰って育てたかった。あ、いた。お、あ、いた。色落ちまいまい。色落ちまいまい。何色落ちまいまい。発色してる。色落ちまいまい。真っ白だ。死んでるね。え、すげえ。ああ、ないんだ、中。中は土。じゃあさ、このところ湿ってるから行こうじゃない。どこ？あ、湿ってるとこいるよ。行くか。湿ってるとこ行くか。さっきよりサイズアップ。でかっ。俺はできたら、マルクさんに、うん、10キロ高校はしたい。10キロサイズのアフリカマイマイ。めっちゃ登ってってるやん。早っ。見えなくなったしも。早っ、あの人。早いな。はい。あの人猿だろ。はい、場所を移動しました、アフリカマイマイ見つからないんで、もう 100% いると言われてるところに来ました。もう本当これ教えたくなかったんですけどね。別に教えてほしくないしっていう人も多いと思うんだけど。いらないし。まあ、キャンマーブ公園ってとこですね。こちらね、見てください。いそうじゃないですか。すげえ。こういうね、湿気が多いところ。別にこっちマイマイ公園ってやつですよ。マイマイ公園。誰が考えたんですか。アフリカがめちゃくちゃいるんですよ。あー、いた。お？え？早っ。
発見。いるじゃん本当に。普通にいた。めくった瞬間に。しかも目がいっぱい詰まってる。本当だ。本当だ。スープ取ってほしいこれ。発見。なんかこれですね。これ晴れの日じゃ見つかりにくいんですよ。こんなにぎっしり詰まってるの久々に見たな。あれなんかああった。これだ。これ最近まで来てるな。色合いでわかる。先っちょが白くなってくるんですよ、だんだん。はいはいはい。時間経つと。で、先っちょ白いでしょ。日が経つとどんどん白くなっていくから。これ死んでから2ヶ月半ですね。ちょうど2ヶ月半。これ足跡じゃない？あとこれ。あ、ほんとだ。アフリカ前の足跡がある。アフリカ前の足跡かもしれんな、うん。これ辿っていったらありそう。ね、うん。これうんこかな。めっちゃあったんですよ。あ、こういうとこいそう。湿気取るとこですか今日。はいはいはい。こういったところ。月圧のここ。あ、いた。だ。いたいたいた。あ、うわ、でかい。でかいな。あ、見えたっぷり。見えたっぷり。これどっちが大きい？お孫さんどれが喜ぶと思う？あ、身がしっかりしてるのはこっちですね。ヒッチャーさん、さっき先っちょが白くなったら死んでるとか言ってるけど。ここはこっちの方がでかい。誰勝ったのさ。こっちの方がでかい。こっちの方がでかい。あ、でかいでかい。めっちゃでかい。でかっ。喜べそう。でっか。超でかい。真っ赤ってるね。本当だ。うわー、プリプリ。プリプリ。鮮度いいね。じゃあちょっとあれ湿気も持って帰るか。湿気持って帰りましょう。鮮度保ったまま持ち帰りたい。はい、家に戻ってきました。こちらアフリカ前前ですね。鮮度抜群。鮮度抜群だぜ。早速じゃあ取り出していくか。恐ろしいぜ。どうしよう。まず洗い、普通に水洗いとか。水洗いします。わかる？出てるね。出てきてる。すげえ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 。出てきた。どうしそうだな。じゃあそろそろ沸騰させていきますか。いきますか。はい、まずね、沸騰したんですけど塩を入れます。塩は4回転半です。4回転半って分かり方ある。ぬめりがあるんだよ、これか。前々のものは。そうですね。じゃあ入れるよ。パッて入れていい。いきます。ほら、もう早速ぬるめ。うわぁ、ぬめってるな、結構。ぬめりが出てる。あ、逃げた。取ってたら。すげぇ、粘膜やば。ぬめり。白いの超出てる。あれ、ちょっとね、軽く火を通したんで、もう安全です。これを、はい、割ります。はい。はい、これをちょっと割っていきます。OK。うわぁ。取れた。これがアフリカ前の本体。軽くちょっと湯がいたんですけど、うん、あとはこれを切ってマグロクさんの口に放り込むだけです。入れます。塩、ぬめりを取りゅう取りゅう。やば。あ、でも貝みたいな匂いする。超なんか体の作りサザエみたい。確かに。うわ、ぬるぬるする。めちゃくちゃやだ。嫌な気分。交換する。すごい嫌な気分。これ毒だからな。もっともっと音が受ける。塩だけの水が出たわけよ。見てみ、これぬめり。本当は溶けてるんじゃないですか。卵黄みたいな。もう一回塩。塩もみまくってるけど、その塩ですらぬるぬるしてるっていう。この動画に出た調理器具全部使えないんじゃないか説。ぬめりがだんだん消えてきてる。あ、消えてきてる。お、よかった。ぬめりを取った。うわ。で、この内臓の部分は切り離します。うん、これは食べれないですね。内臓の部分はとても危険なんで。うん、やだ。さっきから心の声が聞こえる。やだ。で、なんか、身ですね。なんでこれだけみたいな。貝みたいだね。うん、貝。うわ、もうぬるめり、ぬるぬるが取れない。手から一生。壊れたまねですか。壊れてる、細長。OK。 マコロクさんのために次マコロクで切っていきたいと思います。こっちの身だけ切っていく。でもちょっと中身の部分ちょっと使ってみよう。マコロクさんは切れると思う。切れるだろうって。まずこれ開けてる人に切れるだろう。いや、
ここは切れないぞ。なんでここで優しさ出るんですか。なんか全部が貝柱みたい。いきます。ひっちゃんさんの右腕がうなってる。お、かっこいい。結構硬いね。硬い。歯応えありそう。じゃあこれをさらに盛り付けて、マグロさんとかに持っていきましょう。こちらですね、アフリカマイマイの刺身の出来上がりです。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。さすがに殺人未遂だろと。そうだね。ということでこちらすり替えな。すり替え、まあ、これがエスカルゴなんですよね。エスカルゴカタツムリ、これはちゃんと食えるやつ、うん、で、これがキクラゲって言って、生キクラゲ。なんか雰囲気似てるじゃん。似てる。ぬめりをつけたら多分バレないんじゃないかな。またはエスカルゴにぬめりをつける、うん、ぬめりすごかったもんね。で、どれが似てるか実際に自分たちで食べて、で、一番近いものを出そう。OK。 今回マロコさんにはアフリカマイマイじゃなくキクラゲまたはエスカルゴをあげたいと思います。で、こっちはもう食べます。自分らで。自分の中で食べます。じゃ念のためもう一回。そうだ、火通す。ここはもう刺身はまずいから、うん、俺たちでもここは火を通しましょう。火通そう。見てくださいこれ。やばいじゃん、こんなの眠ることがあるでしょ。これいいか、もう一回こぼす。もう一回やる。こぼす、そうぜ。こぼそう。なんかこの死ぬ、こぼしたい。怖いんだけども。時間かけて料理しよう。うん、俺は食べる準備はできてる。安全第一。もう一回沸騰待ちます。では次はこちらキクラゲですね。生キクラゲですよ。生キクラゲ。これはさす、食感近いのかなと思ったけどね、俺。今頃さん、包丁は一緒でいいよな。俺たち食ったんだから。包丁は一緒でいいだろ、別に。じゃあ、洗ったからいいだろ。再現 VTR し。こんな感じだったな。この下の部分がなんか、ぽくないですか、こっち。ここちょっと待って、ぽくないこれ、めっちゃ。ぽくないこれ。で、これをさらに、これに、あ、似てない。似てる似てる似てる。見た目はそっくりだな。あ、けどキクラゲってバレそうだな。マグロさん料理人だからな、一応。確かに。あんな顔で。あんな顔で、結構言う。マフィアのボスかと思ってます。うん、または MC かなんかどっちかと思う。うわ、なんか縮んできて歯応え出そう。いいんじゃない。匂いわからん。ほら、美味しそう。はい、食べていきましょう。一緒か、どうか。いきます、いただきます。おいしい。あ、違う。え、全然違うんすか。違う、表面が、違うな。表面が違う。うん、え、柔らかい、こっちの方がもっと、うん、歯ごたえはいいんだけど、柔らかい。いただきます。食べてみて、バンバン。違うやね。あ、全然違う。うん、歯ごたえがいいけどね。ぬめりがない。ぬめりもないし、なんかこれ海藻を食べてるみたいな感じする。柔らかいな、思ったより。昆布、生昆布みたいな。生昆、生昆スペシャル。生昆って生昆ってコンクリートやん。ちょっと何か、ぬめり、ぬめりだけあれば完璧かもしれない。歯応えとぬめり、うん、じゃあ次、エスカルゴ。エスカルゴ行く。カルゴさん、エスカルゴ行っちゃう。あ、入った。全部開けるけ。うわ、やったうわ、似てる。似てる。わかんない。そっくりさん現れた。わかんねえ。これでいいじゃん。これでいいな。これいいな。これそっくりさんだ。全く一緒だ。区別つかんわこれ。ちょっとわかる。これ絶対わかる。一緒やんこれ、さっきのと。これ食べてみよう。これこれ食べてみよう。味どんなか。4つ同じようにやっていい。分かんない。一緒だ。一緒。サイズも一緒。大きいやつ、小さいやつ。全く一緒。完璧でした。見た目全く一緒だったね。あと食感、食感が。ここまで煮るってぐらい似てますね。見た目が一緒だったらバレないと思う。多分覚えてないよ、マカロクさん。うん。さあ、どうでしょうか。なんで行ってみ。今行っていいですか。うん、見たい、見たい。いただきます。熱々。全然違う。え、あ、違うの。むしろこれ離れた気する。あ、違う、もう全く違う。あ、けどあ、ぬめりがまずない。ぬめりもないし、うん、柔らかすぎる。なんか、え、蒸してる感じ。
でもキクラゲの方が似てるな。キクラゲの方が似てますね。けどこれでいいと思う俺、見た目。見た目は多分覚えてない。確かに。だからどうするか、ぬめりが欲しいわけよ。しちゃさん、なんかファインプレー持ってきたんすよ。ファインプレー持ってきた。なんかある。また何持ってきた。しちゃさん覚えてますか、俺たちはローションの使いって。しちゃさん忘れてたな。俺たちはローションのチームローションっていうのをもう入れ物でさせてしまったな。まあローションはね、食べれるの、まあ害がない、害がない、体に害ない。普通普段食べちゃダメですけどね。マグロさんは食べても OK だし、マグロさんって慣れてると思うし。ということで、はい、エスカルゴを切って刺身風にする。で、ちょっとローションをなじませて、あ、ぬめり出す感じ、ぬめり出すために。で、醤油でどうぞって感じです。行きますか。分からないと思いますね。そしたら、切るじゃん。これはまんまでしょ。あれですね。水で溶かないんだ。うわ。分かんねえ。一緒。え、ぬめり出てる。一緒。何ですか。完全に一緒。食べ物じゃ。再現 VTR。来たこれ。一緒だろ。ぬめり一緒。一緒だ。来た、これ来た、これ来たんじゃない。これ来た、来た、これ来たぞ。来たぞこれ。じゃあ、じゃあこれでやりますか。やってみましょう。はい。めっちゃなじませるやん。で、だからその後に穴を開けていく。なるほどなるほど。これ完全一致ですわ。じゃあこれを、はい、綺麗に。ぬめりが物語ってるな。物語ってますね、これ。はい、事務所に着きました。久しぶりのスペースデリバリーですね。楽しみですね。いやー、復活してパワーアップしてますからね、今回。じゃ早速行きますか、今年一発目。こんにちは。こんにちは。はい、スペースデリバリーです。嘘つくな。噂のやつだ。マジか。ちょっと、はい、貴重な部位を手に入れたんですよね。貴重な部位を手に入れました。こちら、どーんと醤油でポンってつけたら美味しいんですよ。はい、ピータン、キノコ、これ、待て、あ、トリュフ。じゃあ、じゃあ一発目誰からいきますか。いやいやいや、お前ら食えよ。俺たちも食いましたよ。味見した。なるほど。大丈夫なんですか。目、なんか笑ってないです、大丈夫ですか。どこ。昔からアフリカさんに似てるな。そんなことないっすよ。え、生これつるって言った方がいいですか。つるって言った方がいいっすよ。分かることつるって言った方がいいっすね。わさびにちょんちょんちょんってやって食べると美味しいらしいです。あ、わさびちょんちょん、あ、なるほど。らしい、らしい、食ってないの。そういう食い方が食ってないの。俺は美味しかった。美味しかった、美味しかった。美味しかったな。あら、結構まともなのだったね。私動いてないですよ。私動いてないですよ。私動いてないですよ。いやー、よかったな。もっと持ってこいだったな。美味しかったですよ。早く俺たち US アーミーがなくなると思いました。あっぱね。じゃあ、はい、ごちそうありがとうございました。おいおいおい、もうね、食べてほしい。食べてほしいですよ。いや。マツさん、もっと言って。いや、もっと言って、マツさん。いや、いや、これは本当に美味しい。これは確実に美味しかった。食べないと、もったいない。終わらない。もったいない。食べないと終わらない。我々はストライキを申し出る。やばいっすよ、これ。じゃあ、じゃんけんする。じゃんけんすか。最初はグー、じゃんけんぽい。よっしゃ。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、これでしょ。はい、これでしょ。はい、これでしょ。なあ、兄貴、頼みますね。やった。真ん中のは、あ、ニンニクか。え、わさびか。これわさび。生でちょっと。そうそうそう。こちら側の。おいた。お、普通にいった。どうした？どうした？どうしたんすか？どうしたんですか？あ、うまっ。マリちゃん、おおおお、意外と、あ、2個目と好評だった。調理法が良かった。うん、うまいうまいうまい。この調子でいけた。確かに、マコさん止まらないで。握り以上は俺は確かに危ないと思います。
危ない What? まあまあ、ラスト、まあまあ、ラスト3つ目いっちゃって、これいや、うまいうまいよ。アフリカ前前のトスミですやったやばやばいだろやばいっすよやばいじゃんけん勝ってよかった危なっ3で殺そうとしてる3で殺そうとしてる刺身どうですか、一応美味しかったんですか。おいやいやいや、びっくりしただろ何年前からびっくりしたまあ、実はこれエスカルゴにローションを塗っただけです。すっむしろ、これ全くそっくりで、あ、これいけると思って最初は、このキクラゲでやろうと思って生キクラゲどっちかでやろうと思ってて、うん、あ、これ全く一緒じゃんと思って、これにちょっとローションを塗りたくって試させたっていうドッキリです。はい、確かにな、ドッキリだって今日バンバンのチャーハンってしか書かれてないそうなんですね。俺たちだけど、俺も言ったんですよ、あいつらチャーハン作るとか塗る芸だもん。だから今更何よなんかああ、よかったじゃないですか。じゃあさっきの拭いたやつ食べていただくかちょっとじゃあ映像確認しますか。じゃあ映像確認、あ、はい見てください映像ガチっすよ。本物なんですよっていうか、あ、これアフリカ前前、はい、両毛旅行が来てまいりますよ、うん、ちゃんと生きてます。これですね、もう一本食ったの。待て待てこれじゃないこれじゃないそれなんで予言してるの。確かにじゃんけんがやらせっぽくなってきてのはそうなんですよ。だ実際に自分なんかで食って本当に食ったっすよ。で、どれが近いかっていうのでいろいろ見比べた結果これが近かったから、うん、見た目が近かったな。見た目がもうまんまこれ感触はこれが似てた、キクラゲが、うん、本当に貝みたいで実際に食べたのは俺なんか3人、うん、で、マグロさんはこれよかったじゃないですか。エスカルゴなんか腑に落ちないというか食べたかったんすか、まあ、食べたかったんすかいいんだけど。はい、ということで今回はですね、アフリカマイマイの刺身を食べさせると思いきやエスカルゴを食べさせるでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。びっくりした。